町で横浜港に来ていますけれども、気持ちが持ってきて、ここへ積む予定なんですけれども、ずっと脇んで来ています。あちらの船はもう出発します。港から、こちらですね。あそこのコンテナと、あともう一つのコンテナ、もう一台この船に積んで、ね、海外アメリカと中国、あとインドの方を、出荷で送りたいと思います。送りに来ました。仕事でですね、今日何時ぐらいになるかもしれない。帰るにはちょっと遅くなると予定です。一台の船はもうこちらの船ですね、もう積んで、出しましたけれども、またもう一台船に積んで積む予定です。港に来ています。出張で私は都市が裏の機会も、海外、特にインド、アメリカと中国の方へ、出荷輸出をしに来ました。荷物を積み込んで乗せます。乗すまでは我々の責任なので、非常に確認しに、いろいろな伝票などを確認しに行きました。15フィートですね、の高さでこのコンテナに積み込んで、そして船に乗せます。この荷物を積み込んで、そこの港にある大きな船に乗せます。ですね。大きな港ですけれども、どこからどこまで見えても見えないぐらいの広さがあります。港ですね。こんな感じで装備品のいろんな、特に海外、国内、国外、海外ですね。
品ですね。こちらのインディアコイでサブウェイ、レッド、チェックインのたまらん、チェックインも、チェックインも、荷物はこれらなんですけど、これらグリーンなんですけど、ここであるものです。こちらをインドと中